左から、ルントシテット、フリッチュ、ブロンベルク。1934年ブロンベルク悲免事件とは、1938年に起きたドイツ国防軍幹部の更鉄事件。国防省であるベルナーフォン・ブロンベルク陸軍元帥と陸軍総司令官ベルナーフォン・フリッチュ上級大将に関するスキャンダルが相次いで発生し、両者が悲免された。 冒険的な外交政策に反対する陸軍の上層部を一掃する目的によるナチスの暴略事件であるとされる。ナチス政権が成立した後も国防軍将校団には独立自尊の風が強く、相当アドルフ・ヒトラーは軍を完全には掌握できなかった。また、バイマル共和制時代からの慣習により陸海軍の統帥権は 国防省から各総司令官に委任するという形式が取られていたため、特に陸軍の独立傾向は強かった。当時の陸軍総司令官フリッチュは典型的なプロイセン軍人であり、商工団の信頼も厚く、時にはヒトラーをも遠慮なく批判した。一方のブロンベルクは、ヒトラー内閣成立以前からナチスに協力的であり、商工団にはゴムのライオンと揶揄されていた。ヒトラーは、 ブロンベルクを通じての軍の支配を思いつき、まず指揮権を国防省に返還させようとした。しかし、フリッチュと参謀総長、ベックの抵抗により失敗に終わった。1937年、ヒトラーは国防軍上層部と外相ノイラー等を含めた秘密会談で近い将来におけるチェコスロバキアとオーストリアへの攻撃計画を発表した。 ブロンベルクとフリッチュは、ヒトラーの情勢分析を批判し、イギリスとフランスを敵に回す、可能性を指摘、軍の体制が整っていないと主張、計画に同意しなかった。この会議でフリッチュに圧力をかけ、国防軍を掌握する意図がヒトラーにはあったが、ブロンベルクも反対したことで、失敗に終わる。1937年の夏頃からブロンベルクは、平民出身のタイピスト、 エルナ・グルーンと交際していた。この頃、ゲシタポ長官ハイドリヒは、ブロンベルクが頻繁に、エルナの元を訪れているのを探知している。11月下旬頃、ブロンベルクは結婚の意思を固め、空軍総司令官ゲーリングに援助を依頼した。プロイセン王国時代から、ドイツ将校の結婚相手は軍人か貴族の家系というのが伝統であった。しかしエルナは、平民の出身であり、 この結婚は異例なものであった。商工団の反発を予想したブロンベルクはヒトラーやゲーリングの援助を受けて結婚を成功させようという目論みがあった。自分も平民出身であるゲーリングは祝福し、ヒトラーも同意見であろうと語っている。ところが数日後、再びブロンベルクがゲーリングの元を訪れ、エルナの男友達の処置を依頼する。男友達は ゲーリングの指示でアルゼンチンに栄転することになった。この時、その男友達はエルナについて、忌まわしい経歴があることをゲーリングに告げている。12月、ゲーリングは、新英隊全国指導者、ヒムラー、ハイドリヒラと協議しブロンベルクには、エルナの関係のフリッチを、当時犯罪とされていた、同性愛のスキャンダルを作り出し、失脚させる計画を立てている。 ハイドリヒはブロンベルクへの監視とフリッチュの容疑の証拠作成を行い始めた。ブロンベルクは何も知らず、20日にはヒトラーに結婚の許可を求めている。ヒトラーは民主的な結婚と称賛し、祝福した。しかし、証拠団に対しては連絡しなかった。ただ、ビルヘルム・カイテル中将には、娘がカイテルの息子と婚約している、関係上、 結婚を報告したものの、相手は平民の娘だとしか語らなかった。ブロンベルクが結婚の承認の人選についてゲーリングに相談した。ゲーリングは陸軍総司令官フリッチュと海軍総司令官レーダーを推薦した。二人は快諾したが、ハイドリヒはこれを利用し、ブロンベルクといかがわしい女性の結婚の承認になったという理由で両司令官を排除する計画を立てていた。 しかしこの情報はハイドリヒの友人からフリッチュトレーダーに伝えられた。フリッチュトレーダーは承認を辞退し、ブロンベルクの不況を買うことになる。結婚の承認はヒトラーとゲーリングが務めることになった。1938年1月12日、ブロンベルクとエルナの結婚式が行われた。しかし、結婚式には、 ブロンベルク側の親類が一人も出席しないなど異常なほど内輪なものであった。また、交換の結婚というのに、夫人の写真も公表されなかった。この頃、夫人にまつわるいかがわしい噂が流れ出した。ラジオ放送で初めて結婚を知り、しかもその相手がいかがわしい噂を持つ娘ほどの年齢であることを知った、商工団はブロンベルクに対する反感を抱くようになった。 再婚の直後、エルナ夫人らしき女性のヌード写真がベルリン警視総監へルドルフの元に届けられた。ヘルドルフは写真とその写真の女性の売春行為の摘発記録を持参し、ブロンベルクの演者であるカイテルの元を訪れた。カイテルは写真を証人であるゲーリングに見せ、確認しようとした。ゲーリングはヒムラー、ハイドリヒと協議した上、ヒトラーに報告した。 ヒトラーは、ブロンベルクの解任を決定し、1月26日に、ブロンベルクに対して、悲鳴を通告した。当時、ドイツにおいて、男性の同性愛は犯罪であり、取り締まられていた。フリッチは精錬で女性関係の噂もなかったために、この容疑での失脚が図られた。フリッチへの工作は、消したっぽの刑事部男色撲滅家課長、マイジンガーが担当した。 1936年頃、同性愛容疑がかかっていた軍人は一人、存在した。それは、ポンフリッシュ騎兵隊員であり、フリッチュと聖のスペルが一時違いの人物だった。しかし調査の段階で、係り官は、フリッチュ大将であると誤認し、承認も、フリッチュ大将であると認めた。そのため調書が取られ、ヒトラーに報告された。しかし当時は、 フリッチュが再軍備に必要な人材であり、軍の粛清は時期尚早であるとの判断で長所の破棄が命じられた。ハイドリヒは長所の原本は破棄したが、コピーを保存していた。その後の調査の結果、容疑者はフリッシュ大尉であることは判明していた。1938年、ハイドリヒはこの長所に手を加えて、ヒトラーに提出した。1月25日、 この調書を材料に、ヒトラーとゲーリングは、相当高級副官、ホスバッハ大佐にフリッチュの同性愛疑惑を、信じさせようと説得工作を行った。ホスバッハは、商工団に信頼されていたため、商工団説得の材料としようとしたのだが、ホスバッハは納得せず、フリッチュにこの疑惑を通報した。しかしフリッチュの対応は墓穴を掘るものとなる。 まず他の幹部との相談を進めるホスバッハの意見を却下した。また、親代わりとなって世話をしている少年たちの存在が誤解されたのだと予想し、ヒトラーとの会談では自分から少年たちの存在を問題とした。さらに、証人との対決でも制裁を書き悪印象を与えるばかりであった。1月28日、ヒトラーはフリッチュに対し、 ゲシュタポ本部で担当官の質問に答えるよう指示した。本来、ゲシュタポには軍に対する捜査権はなく、フリッチはこの指示を拒否することもできた。しかし、憔悴しきったフリッチはそれに抗うことなく、ゲシュタポ本部での尋問に応じた。参謀総長ベックは、これで軍は党の支配下に置かれたとが哀嘆したという。フリッチは、 健康上の理由で罷免を申し出て許可されたという形での罷免が決定された。ゲーリングはブロンベルク辞任後の国防省の座を狙っていた。また、ブロンベルクも辞任に際してゲーリングの名を公認として挙げた。しかしヒトラーは許可せず、国防省の座は空席となった。これを受けて、ブロンベルクはヒトラーによる国防省兼任を提案している。また、ブロンベルクは 陸軍総司令官の後継として、バルターホン・ブラウヒッチュ大将とバルターホン・ライヒエナウ大将を推薦した。しかしライヒエナウは、ナチスに近すぎるとして、ゲルト・フォン・ルント・シテッド上級大将らが反発したため、ブラウヒッチュが公認の総司令官に就任した。この頃ブラウヒッチュは、離婚問題を抱えていたが、ヒトラーが、遺者料を代わって支払うなどして解決している。また、 ブラウヒッチは就任後、16人の将軍の解任と44人の将軍の移動を伴う宿軍を行っている。その後、ヒトラーは大幅な軍機構改装に着手する。まず統帥権は国防省からヒトラーに移り、直接最高指揮権を掌握することになった。そして国防省国防軍局を国防軍最高司令部に昇格させた。なお、 司令部総長は大将に昇進したカイテルである。国防軍最高司令部には作戦部が設けられ、戦争計画の立案に当たることになった。これまでドイツの戦争計画立案は陸軍参謀本部が行っており、陸軍の影響力は大幅に低下した。また、軍以外の人事異動も同時に行われた。外相ノイラーとは、 名前のみの無人所長兼秘密内閣会議議長となり、立憲トロップが後継外相となった。他にも大使が数名更迭されている。社派との辞職で空席になっていた経済省には、宣伝省次官、バルター・フンクが就任した。ちなみに、フンクは次官時代に同性愛の濃厚な権威がかかったが、確証がないとして許されている。相当副官ホスバッハも、 副火任務を解かれた。これらの措置は両将軍の辞任とともに2月5日に発表された。その日のフェルキッシャーベオバハター紙にはすべての権力が相当に集中という大見出しが掲載された。なお、ヒトラー本人が暴力計画を知っていたかどうかについては両説が存在するがヒトラーが希望していた国防軍掌握は確実なものとなった。 悲鳴されたフリッチュには、軍法会議が待っていたが、元が出っち上げ事件であったため、無罪放免された。しかし、もはやフリッチュはヒトラーにとっては無用の存在であり、復職することはなかった。ドイツ軍人が時に、生命よりも大事にする、名誉を失ったフリッチュは、あくまでも戦場で死ぬことを求めた。その後、フリッチュは、ポーランド戦に際して、 上級大将でありながら、第十二砲兵連隊の名誉連隊長として出征。ワルシャは近郊で無謀な突撃を敢行し、重傷を負うが、手当てを拒否。ほとんど自殺のような形で戦死した。また、ブロンベルクも現役復帰を望んだが、ヒトラーは、妻と離婚しなければ認めないと約束を保護にして拒否し、対戦中を不遇のまま過ごした。彼は後に、 ニュルンベルク裁判で証人として出廷しているが、1946年にガンで死去した。ありがとうございます。